文教スマイルプロジェクトライフプランセミナーをこれより開始させていただきますあの文京区では住み慣れた地域で住み続けられることができるように医療や介護そして住まいなどが連携する地域包括ケアシステムを推進しておりますその一環として平成27年度から高齢者をはじめとした住宅政策 として文教,区文教スマイルプロジェクトを推進しておりますその中に4つの柱がございますがその中の1つとして本日のライフプランセミナーを開催させていただいております誰もが迎える老後の準備やこれからの生活の参考にしていただければと考えております第1部ファイナンシャルプランナーの風呂あや講師からご講演をいただきます風呂内講師よろしくお願いいたします 皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナーのフローズと申します。えっと去年お越しくださった方ってどのぐらいいらっしゃいますか？ ちらほらほありがとうございますなんか先ほどお声もかけていただいてあの去年は喉の調子が悪くてですね本来はもうちょっと鈴のような声なんですよなんてことをあの去年をお話しして今日は絶好調なんですけど、まあ、こんんな程度の声です <laughs> すいませんで実はあの一部結構去年お話ししたこともあの重複する部分あるんですけどやっぱり大事なのでお伝えしたいということで、まあ、一部ちょっとオーソドックスに押さえていただいて二部あのもっとリアルな話をお伝えしていければと思っております。 まず最初に日本人の平均寿命を皆さんご存知でしょうかというお話ですね長いセカンドライフを考える時にどのぐらいの期間を見込んで計画を立てるかということがベースになるデータになりますが日本人の平均寿命男性は80.90歳で女性はですね87.14歳という数字があります。 ちょっと前まで、男性はまだあの七十代だったんですけれども、もう近年、男性においても八十歳を超えてきたというあたりが、少しあのホットなトピックスになっています。ちなみに、この平均寿命なんですけれども、あの平均余命という数字をベースに、平均寿命を出しています。平均余命とは何かというと、あと何年生きるかという数字なんですが、平均寿命というのはゼロ歳の人が。 あと何年生きるかという平均余命を使ったものがまあ平均寿命と呼ばれるんですねなんで0歳の人が男性の場合はあと81年ぐらい生きますと平均的にで女性の場合はあと87年ぐらい生きますという0歳児の平均余命が平均寿命として使われていますじゃあですねすでにもう65歳まで生きることができた人こういう方があと何年生きるかということなんですね 0歳の平均余命と65歳まですでに生きた人の平均余命って実は違います男性は約20年ですね19.55年女性は24.38年ということでまあおおよそ24年ということになりますが65歳の女性 現時点で65歳の女性の場合は89歳までは平均的に生きるという数字になっているんですね。なので、まあ、一般的に男性80歳女性87歳というふうに言われてますけれども、まあ、ちょっとそれよりは長生きですしこれは近年あのどんどん年,、えー、と年数を重ねるごとにあの伸びてるんですね平均4秒平均10秒伸びてる傾向にあります。というわけで100年ってちょっと大げさなんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが意外と。 自分も100年生きる可能性って結構あるなというのが統計上のデータからも分かりますセカンドライフ資金にいくら必要だっていうような、まあ、雑誌でよくありますね何千万円必要だというような試算されますけれどもどういう手順で計算しているのかということをちょっと今日ご紹介してみようと思います、えー、今日は私はですねゆとりのある暮らしと最低限の生活を担保するための暮らしにいくらお金がかかるかという2つの2系統の数字を準備してきました 計算のの仕方は、えー、次の通りですね。例えば、えー、60歳から先ほど算出した89歳まで、えー、生きた場合生活費がどのぐらいかかるかということで、えー、ゆとりのある生活というのは生命保険文化センターという、えーま、保険の、えー、と取りまとめをする団体ですねが、えー、皆さんの一般の皆様に1ヶ月にいくらぐらい ゆとりがある老後生活をするためには一ヶ月いくらぐらい必要だと思いますかということを尋ねました。で、その尋ねた結果が三十五万円ぐらいなんじゃないかなという平均値でした。最低限必要だと思う金額っていくらぐらいだと思いますかと尋ねるとえ、皆さんからのご回答はだいたい月に二十二万円ぐらいなんじゃないかというご回答でした。 なのでこれをベースに22万円を毎月毎月使い続けた場合35万円を毎月毎月89歳まで使い続けた場合いくら必要かっていうのをま単純に掛け算したわけですねで単純に掛け算するとゆとりある暮らしには1億2000万円ぐらい必要だし最低限の暮らしには7,600万円ぐらい必要だという数字になります。 でここにまたプラスアルファで加味するものとしては介護の費用とか葬儀の費用どのぐらいかかるかということですね一般的に葬儀費はあのお一人200万円ぐらいかかるというような平均値がありますで介護費はかなりあのブレがあるので悩ましいところなんですけれども、えー、自己資金で手出しをするのが月に5万円ぐらいで介護をした期間っていうのが5年間ぐらいというまあ平均値がありますのでその5万円と5年間っていうのをまあ掛け合わせておよそまあ1人300万円ぐらいかかる。 かかるかなというような数字を持ってきていますゆとりある暮らしの場合には有料老人ホームに加入しようということをまあ検討してるんですけど今回は2人分を2400万円と仮定して数字として組み込みましたで、ここまではかかるお金の話ですねで、今度もらえる金額ですもらえる金額は年金の受給額ということでまサンプルでその大体この夫の平均収入が 標準報酬月額42.8万円ということで多分年収にすると700万円ぐらいですかね平均的に700万円ぐらい稼いだ夫と専業主婦の妻が受け取れる年金額がこのぐらいです月に22万円ぐらいという受け取り額がありますでこれは65歳から89歳まで受給した場合の累計額ということで掛け算して出していますでこれを差し引きするとですねゆとりある暮らしの場合には9000万円ぐらい で最低限の暮らしを担保するのにも2000万円ぐらい必要だというような数字が出てくるわけなんですね。で、ただこれってその2000万円とか9000万円っていう数字を見るとぎょっとするんですけれども、あの実際のところで考えると。 あの累計の額を出してるだけけなわけですねでよくその月々の赤字がどのぐらいになるかっていう話だと月に5万円ぐらい貯蓄から切り崩すことが多いというようなデータもありますがあのポイントになるのはその、まあ、例えばじゃあ毎月5万円足りないっていうことを駆け込むと5万円が12ヶ月だと60万円で,でそれが10年になると600万円でって言って大きい数字大きそうな数字に見えますけれども。あの それはこう。徐々に徐々にチリツモで積もっていった金額がそうなるというわけで、実際の我が家の家計にとってどういうことが困るかというと、資金が本当に全くショートしてしまったり、赤字になるっていう瞬間がなければ、まあ一応はセーフなわけですね。で、私の父が今年70になりました。けれども、まだあの働いてるんですね。で65まで64ですかね。64までギリギリまで。あの？ もともと会社員をしていた会社があの延長であの雇用をしてくれたので、かなりその収入的には厳しいものがあったようなんですけれども。それでもあの延長で働くっていうことで、生活費を補填することがものす。これものすごい効いたんですね。で、父が実際いくら稼いでたかっていうところを、あの母には聞いてはないんですけれども。でも例えば仮に年間。その。 例えば年間1000万円稼いでた人が年間200万円しか稼げないってなるとちょっとこうやる気をなくしがちなんですけれども200万円でも5年間で1000万円。 稼ぐことになるわけですよね。そう考えるとやっぱりちょっとでも長く働くってもめちゃめちゃ効くっていうことです。なん2000万円こう丸まんま60歳時点で2000万円ボンと用意するっていうのは厳しいかもしれないけれども、65とか70までちょっとでも稼ぎ続けるという期間が長ければ、それがその1000万円多く稼ぐということは、単純計算だとまあ1200万円ぐらいの準備資金でまあなんとか足りるということですね。なのでまとめてこう計算自身はまとめてする。 んですけれども、あの自分の自宅のお金がですね、いつのタイミングまで持つかという感覚ですね、これすごく大事です。掛け管理においても、あのマックスの期間を定めるんではなくて持たせるということってすごく大切になってきます。じゃあ月々何にいくらぐらいお金がかかってるのかということを把握する必要があります。 でこちらのデータはですね、えー、総務省の統計局の皆さんがつけてくださった家計簿のようなものですね家計簿ののようなものを取りまとめて、えー、データ化した、えー、統計局の家計調査のデータです。で年代別でちょっとずつあの支出の額が変わりますね、えー、50代後半から、えー、59歳ぐらいまでは、えー、1か月の消費支出は大体34万円ぐらい、で60代前半だと28万円くらい。 で60代後半だと27万円ぐらいであの結構そうなんですよね70歳以降になると24万円ぐらいということで70歳を、えー、景気に少しあの消費自信は少なくなる傾向というのは統計上は見て取れますでここでちょっと気になるのがですね65歳以上の世帯の持ち家率っていうのって9割 を超えてるんですねでもうちょっと若いと8割ぐらいなんですけれどもそれでもまあ今年を重ねてらっしゃる方は結構持ち家の方が多いんですね。でそうなるとここの統計上のデータの住居費という部分ですけれどもあの平均値が1万5,000円とか、まあ、6高い60歳から64歳でも1万8,000円19,000円ぐらいですかね。ということであのなかなかもうローン完済して固定資産税払ってるだけだよとか。 マンンションだととなななかかかちょっとこうはいかないですね管理費と修繕費だけでもまあ2万円超えたりしますからあのマンションだとなかなか難しいですけど、まあ、土地を持ってて戸建てだっていう人をたくさん含めると平均で見るとまあこ,うこういう金額になると。ということは実際にはあの賃貸で生活するとかマンションでこの 統計上の数字より、もう少しお金を使うよね。という方は1ヶ月の生活費って。まあ、もうちょっと使うんじゃないかと。想定するのがまあ手堅い見積もりの仕方になるかなと思います。まあ,あくまでこれ平均値ということですね。なんで本当にあのおすすめなのはあの？ ご自身のご家庭で通帳を見てですね1ヶ月で、えー、月末だけを見比べてでそのプラスなのかマイナスなのかということを見てで年間でいくと赤字になるのか黒字になるのかでそれをまあ単純に計算して10年続けられるかどうかみたいなところで、えー、自分のご家庭の貯蓄残高が持つのか持たないのかということをまあ計算するということがおすすめです。でまあ、それにおいて、まあ 今回ちょっとテーマになる住居費なんですけれども住居費という固定費が高いままだと、まあ、結構家計のやりくり的には厳しいということですね。であるいはその,そのまま暮らせたとしても突出してリフォームが必要とかっていうことがあの思いがけずに。 訪れると大変ですけれども、事前にここでいくらぐらい使おうとか使いそうみたいなことが見えてれば準備ができるわけですがあの予想外に起こってしまうと困るわけですなので資金計画っていうのはこう早めに分かってても必要な金額ってまああまり変わらないとだから先に見えてても仕方がないんじゃないかなんてことを言われることありますが早めに分かってたら準備ができることって結構多いです一体いくら収入が入って一体いくら出ていくのかっていうのを整理したことありますかっていう質問には2割 ぐらいいの方しかイエスと言わないんですね整理したところでやっぱりかかるものはかかるしかからないものはあのセーブできるものはセーブできるんですけれども心構えをすするとということが大切になります上はあのライフプランシートと呼ばれるものなんですけれどもこれはあのちょっとこう本気で見ていただくような大きさではないのであのイメージというところですがよくその。 皆さんにお話しするときにいろんなパターンのライフプランシートを出しますその人生において貯蓄がしやすい時期であの基本的にはあの切り崩しをしていく時期という貯蓄の残高の推移をあのファイナンシャルプランナーはよく立てることが多いんですけれども、まあ、ここまでグラフにする必要もないかもしれないですねあの自分で自分の家庭についてやってみようということであれば現在ある貯蓄額と一年間の黒字赤字を足し込んでいってそれがいつまで持つのかということをあの考え 変えていいくというとうころがおすすめですでこれをあのやるときにぜひ知っていただきたいのが例えば月に2万円節約をする月の2万円の節約ってなんか大したことないっていう感じがしますがこれ30年続けばあの720万円の差になりますし逆にもう2万円稼ぐもう二万円長く稼ぐっていうことをやるとかもう2万円多く稼ぐということをすれば仮にまあ30年だと720万円の差になると。 稼いだり節約したりするのを、まあ、2万円やるのはきついということであれば1万円多く稼ぎ1万円少なく消費すればやっぱり30年で720万円の差になるということであのいかにほっといてもその節約行動が続いたりほっといても収入を確保する状況が作れるかということを視点に置くとあの人生のやりくり月だけじゃなくて長い期間のやりくりというのはしやすくなっていきます。 でその消費の大きなものですねあの住まいについてちょっと考えていこうと思うんですがでリフォームに必要なお金というのをちょっと代表的なものをいくつか出してみました、えー、マンションのリフォームの平均値130万円 からまあ最大だと万円戸建てのリフォームだと平均値で222.4万円最大だと3000万円ということで、まあ、すごくさ幅がありますねリフォームと呼べるようなものからあのリノベーションと呼べるようなものまで、えー、様々あります、えー、ご家庭を想像した時にあそろそろ確かに浴室の、えー、ガス給湯器がちょっと調子が悪いかなとか、えー、トイレが。 ちょっとこう流れが悪いかなみたいなことが気になったとしたら、まあ、このぐらいの費用が個別個別でいくとかかるかなというような想像ですね。あのマンンションの火災保険 で例えば5000万円ぐらいのマンションを買っても火災保険の加入って 1000, 1000万円とか1000万円ちょっととかぐらいあの5000万円の物件買っても火災保険の保険料自身は少ないこと多いですけれども火災保険の,あの保険金額はまるまる全部建て替えれるぐらいの金額をベースにしてるんですねなので買った時に火災保険に加入した保険金額ぐらいがリフォームの時にかかるぐらいの費用かなっていうのも一個目安になるかもしれないですね。 でこのじゃあリフォームに必要なお金とか自分がリフォームをしたいと思った時に、えー、使える制度というのも、えー、ぜひ合わせて知っておいていただきたいなと思います。国を挙げてバックアップしたがっていますし自治体としてもあのぜひやってほしいと思ってる、まあ、4つのリフォームがあります。でその4つののののつリリリフフォーームが耐震ににに関関関すすするるるもももバア省エネに関するもの 最後が3世代同居とかまあ、多世代同居ですね複数の世帯で暮らすためのリフォームということでこの4つについては国としても減税の施策がありますし自治体も自治体ごとそれぞれにプラスアルファであの補助金を出したりとか税金が少なくなるような施策というのをやっていますでこの表にしてるのは国の制度ですね例えば耐震のリフォームを現金で やったばら場合でも、えー、これは所得税ですけどね。所得税、その工事のした費用の10%が所得税から減額をされるという制度です。で、 その意外とローンを組んでないと減税の対象にならないんじゃないのと思われてる方多いんですがあのリフォームにおいてはまあ一部年齢の制限はあるんですけどバリアフリーとかは50歳以上とかで年齢制限ありますけれども現金で払っても減税の対象になるんですというところは意外と見落としがちかもしれません。あの意外と見落としがちかもしれません。まあ、例えば耐震の場合だと最大25万円バリアフリーだと最大20万円といった減税を受けることができるのでまだ所得税が高いタイミングのうちにです、ね 耐震バリアフリー、省エネ3世代などのリフォームを考えている時には所得税高いなという間にやってしまうというのも1個ポイントになるかもしれません。であとはです、ね、リフォームで使える制度というものをご紹介しようと思うんですけれどもなんとなく多分聞いたことがあるなという制度多いと思います。あの住宅ローン減税とか えー、住宅を取得する時に、えー、非課税でいくらか贈与を受けることができますという制度とかあとあの会社に勤めてる時に財形の積立やってたよっていう人とか、まあ、今もあの家を買うまでは財形で住宅の積立やってたけど、まあ、今もう家買ったからやめちゃったっていう人もいらっしゃるかもしれませんがこれらの制度はリフォームでも使えるっていうことを、まあ、是非知っておいていただきたいなと思います。 あの10年以上、えー、ローンを組む場合には住宅ローン減税リフォームでも使えますし、えー、非課税で、えー、ローリフォームをするためのお金を、えー、贈与してあげるっていうのにもあのやっぱり非課税の措置使えます。であの住宅財系融資ですね会社でじ財系の住宅版で積み立てをしているという方も、えー、その積み立ての資金をリフォームを使って、えー 融資を受けけるるとということもできるわけできわすねなので、買うときには確かに物件を買ったり建てたりするときには検討したことがあるこれらの制度をリフォームのときにも検討しうるということをぜひ覚えておいていただきたいなと思います。あと、リフォームで利用できる制度これは文京区バージョンですね。例えば高齢者と住宅 集築支援資金助成ということで手すりをつけたりとかバリアフリーをするための工事ですねこれについて20万円最大20万円で助成工事費の10%を助成するという制度があります。 でちょっと似た制度で全国でやっている制度としてはあの介護保険の中で手すりを20万円までの工事が介護保険適用で手すりをつけられるという工事がありますねでそれはでも要介護の認定を受けないと使えないですけれどもこちらの場合はまあ年齢とかその体の状態がどういう状態かというのはもちろんあるんですがあの要介護とは限らずもしかしたらこっちが使えるかもしれないということですね。 あとはあの木造の住宅で耐震基準を満たしていないケースですね、例えば昭和56年の5月31日に、6月1日にあの制度がガラッと変わってますので、5月31日,日以前に建てた建物というのは旧耐震基準と呼ばれますが、その状態のままになっている物件をお持ちであれば、工事費の半分とか4分の3とか。 最大で言うと120万円の女性が受けられる60歳以上の世帯だと240万円のあの女性が受けられるということでれこれかなり大きいと思いますのでちょっとその今年は災害も多かったですからあの揺れたり心配だなっていう方は、えー、耐震の工事を検討するっていうのもあの結構強力な女性がありますで意外とこういうその住宅関連の女性ってマンション ま対象に戸、ね、建てばっかりのことが多いんですけれどもマンションも実はありますということで分譲マンションの耐震改修工事こちらについてもまあ上限2,000万円まででありますので耐震基準を満たした物件にま建て替えたりとかあの補強をしたりっていうことを考えるというのもいいんじゃないかなと思います。現在の住住まいから住みえる場合ということについても、えー、お話をしておきます。 いわゆる高齢者向けの施設についてちょっと整理をしてみたいんですけれども上の2行ですね黄色になっているものっていうのはまあ民間のサービスで、えー、俺ピンクになっている部分ですね3行目以降は、えー、公的なサービスになりますけれども、えー、通常の民間賃貸を借りるという選択肢もあれば、まあ、高齢者に特化した、えー、施設を使うという選択肢もありえます。で最近あのー よくキーワードとして聞くのがサービス付き高齢者向け住宅ですねこれもう本当にあに民間の賃貸にイメージは近いですその代わりあのこう人の目が行き届いてるあの時々見に来てくれるとかボタンを押したらちょっとその状況が良くないっていうことを知らせる制度があの設備が整ってるとかそういう要件を満たした物件なんですがあのイメージ的には賃貸住宅で目配りがそれよりも強いというようなイメージのものですね。 でこちらの場合はです、ね、一時金はかからないこともありますし、まあ、数百万円で、えー、月にかかる費用としては5万円から90万円と、まあ、結構幅がありますねただイメージとしては、えー、より目配りが利く民間の住宅サービスというイメージですね2つ目がです、ね、有料老人ホームということで、えー、これもまあかなり幅があります一時金としては かからないところもあれば1億3000万円ぐらいかかるというような一時金最初に払うお金ですね。で、えー、毎月払う費用としては8万円から45万円ということで、まあ、ここの数字というのは東京都の数字を持ってきてますがで以降はですねその公的なサービスなんですけれどもあの意外とその入居の要件とかが厳しかったりとか。 あとあの待ってるんですね皆さん入りたい、やっぱりそのコスト的に非常に助かるので皆さん入りたくて待ってるんだけど、まあ、一応こう選択肢と条件があるということをまあ知っておいていただきたいなと思います。例えばその特別養護会、えー、老人ホームですねで、結構条件厳しくなってみんなここに今入りたいんですね、特養に入りたい、でもあの条件かなり厳しくなって原則要介護度が3以上。 の場合に加入,あの入れる入居できるかもしれないという状態になっていますあとは、えー、認知症高齢者のグループホームこれは一人でっていうよりはあのみんなで暮らすイメージで養子、えー、園に以上で、えー、加入するホームですねであとは、えー、介護老人、えー、保健施設老犬と呼ばれますけれども、えー、ここはあのもうちょっと介護度が低くても加入できます、えー 要介護のの状態だったら加入でできるんすすが基本的にその医療をイメージしてますなのでずっと住むっていうよりは老犬には一時的に住んで医療行為あの医療の状態とかリハビリをしたりして、まあ、あのまた戻ってくる自宅に戻ってきたりとかあるいは特養に入ったりとかっていう選択肢ですねなんか就寝で使うような施設のイメージではないということになりますね。で、えーまあ、その他にもいくつかありますと。 ケアハウスとかもありますね一時的に使うイメーなので意外とその公的なもの民間のものというまあ選択肢が一つあってで公的なものもその条件が整ってないと自分の体の状態も、まあ、あの入居要件に果たしてないと、まあ、なかなか入れなかったりとか入,ってる入るあの人が待ってる状況っていうのも結構あるということも知っておいていただきたいなと思います。 でちなみにあのまそのまそこの住まいをですね使う場合。その。 特養以下のものを使う場合に関係してくるのがあの要介護、その介護保険公的な介護保険で何がどこまでカバーされるかという話なんですけれども。あのこれはちょっと介護保険のすごくオーソドックスな話をちょっとご紹介しておきます。介護保険というのはえ、要介護度が7段階どの段階なのかということをまず判定してで、そこから先そのどういう設備や施設が使えるかとか、どういうサービスを受けられる。かって といいうううのをこうプランニンニグして使うという形になりますで要支援12で要介護が1から5までという7段階で例えばまあ要介護5すごくその人に介助してもらわないと難しいよという状態の方の場合には、えー、36万円ぐらいまでのサービス月額ですね月額36万円ぐらいまでのサービスを一定の自己負担で利用できるということなんですね。 で自己負担の割合なんですけれども一般的には1割ですなので要介護度5の人は36万円くらいの月額のサービスを自分の負担としては3万6000円くらいの自己負担で利用できるというのが、まあ、基本的なまず公的な介護保険の仕組みですねだから認定がどこになるかでどこまでのサービスが使えるかっていうことが変わるということです。例えば えー、65歳で単身で年金とその他の収入があってそれをこう合わせると年間の所得が340万円を超えてしまうという、まあ、いいことなんですけど超えてしまうという、まあ、経済的にゆとりがあると見なされる方はあの3割負担なんですね。なのでさっきの要介護度5で36万円までは介護保険の対象だという話をしました1割の方だったら3万6,000円ですけど3割負担の方は11万円ぐらいの自己負担が発生するということですね。 でその世帯の形単身なのか夫婦なのか子供がいるのかみたいなところで金額バラバラとするんですけれどもちなみにあの2割負担だと同じ65歳単身者で年金とまあ他の所得を合わせて年間の所得が280を超えると2割340を超えると3割ということで、まあ、みんなが1割ではないちょっとずつ上がってます。去年 一昨年あたりからかな、えっ、ー、と二割の人が発生して、で今年八月から三割の人が発生したという状況態ですね。一応まあ上位二十パーセントの所得水準の方だという目安にはなっています。でもう一個はその切り口としてはその毎月毎月その金額をあのかか ているとまあ、なかなか大変だということで高額療養費って有名ですねその現役の勤めてる人とかの場合だと、えー、月額大体いい9万円ぐらいが、えー、医療費それ以上かかりませんよっていう紹介のされ方されますが、えー、公的な介護保険を使ったサービスについても高額、えー、介護サービス費という制度があります。でこれれもあの所得の水準にによっててて段階に分かれていまして まあ例えばその一定の課税がされている世帯であってもえ月額の自己負担額っていうのは4 44, 万4400円に抑えられているという,こう一応上限があります。であとはですねそのほかに利用できる制度をいくつかえご紹介をしようと思うんですが空き家に関すする制度ですねあの例えばそのもう物件はあるんだけれども子どもたちは別の場所に暮らしていてでも 空き家になってしまうとか、えー、親や親族からもらい受けた物件っていうのを持ってるんだけどどうしたらいいかわからなくて困ってるっていう場合にはあの空き家に関する相談ができたりとか空き家を活用できないかとか解体したり文京区はあの結構その空き家を解体するのに大きな助成を出してでその代わりその土地をあの文京区にしばらく貸すっていうような。 あの制度もあったりしますから解体結構やりや,や,やりやすいというか全国的にも注目されていますなので空き家に関する相談っていうのはまあ窓口を使って意外とお金が出るんじゃないかなっていうことも確認してみられるといいんじゃないかなと思います最後まとめですねあの100年人生確かに100年生きる可能性結構あるという話なんですがセカンドライフの資金っていうのは一気にかかるんじゃなくてじわじわきますのでそのじわじわをあの よりプラスの方にじわじわあの動かしていくっていうところがポイントになってきます。より長く稼ぐのかより、ちょっとずつ支出を減らすのかっていうところですね。で、住居費の問題がとはいえ、やりくりでき、あの解決できるとやりくりがかなり楽になるので、ちょっと後半もあのお金の話を聞きながら整理していくとすごくあの今日楽になるんじゃないかなと思っています。で、住まいに関する制度もありますので、あの精度をしっかり使ってより。まあ安全。 な住まいに、えー、安心して住めるっていう状況を作っていくというのがおすすめですでは、えー、2部でリアルなところをぜひ聞いていきたいと思っています黒口講師ありがとうございました、えー、老後の資金をはじめとして使える制度知っているとちょっと得する制度など数多くの情報をあのご紹介いただきましたこれより第2部トークセミナーを始めさせていただきます、えー 実はですね第2部あの井上先生にいろいろお話を聞いていきたいんですけれどもちょっとこう自分のこととしてイメージしやすいようにこういう人をサンプルでということであの文京区に住んでる A さんという方をちょっと想像してまして旦那さん夫が66歳妻が63歳の夫婦ですね。で土地付きの一戸建てを文京区内にお持ちで土地が25坪。 で延べ床面積建物の延べ床面積が30坪で木造2階建ての築50年の物件を持っているという、まあ、この A さんがです、ね、この家に住み続けるときに何を心配したらいいのかというところをお話を聞いていきたいなと思いますねあのポイントとしては2つございます、まあ、1つ目はです、ね、いかに住宅を長持ちさせるかという視点ですね。それから2つ目 こちらのご自身の身体機能の衰え、これに,もこれにどう対応していくかという、この2つのポイントがございます。いかに住宅を長持ちさせるかということについてはです、ね、雨水の侵入を防ぐ、それからシロアリの害を防ぐ、耐震化、そのあたりが大きなポイントになろうかと思います。 えー、あと、ご自身の身体機能の衰えにどう対応するか、これにつきましてはいわゆるバリアフリーですね、これが大きなポイントとなってまいります戸建てで長く住むにあたっては、やっぱり薄いの侵入とか、シロアリの対策というところが不可欠とというううことになるんででしょうかそ,うそうですねあの木造の場合ではです、ねえー、シロアリの害殿を含めて、腐、え、食、ー、というのが最大の敵となるわけですね。 例えばですけれども、えー、バルコニーのドレーン、えーまあ、排水溝のことなんですが、えー、ここに、あのー、ここが詰まってです、ね池を、池のようになっちゃう、えーで、継ぎ目から水が侵入したりです、ね、右上の写真のように、ちょっと分かりづらいんですけど、あのシーリング、えーですねまあ、ゴム状の部分なんですけども、まあ、それが劣化して、水が侵入したりということはよくあることです。 それれからシロアリ関係ですねこれ私、最近こういう事例があったんですけれども家の横ですとか床下に、はい、まあいつか使うんじゃないかなと思ってあの建材を置かれている方がいらっしゃったんですけれどもこれ、もまさしくシロアリの餌になっちゃいましてですねあの建物の土台ですとか柱がもうあの食い荒らされちゃったというような事例がございました。 地元が岡山なのであのちょっと今回妹が床下浸水したんですねで、まあ、下だったから良かったねなんて話をしてたんですけどやっぱりあの濡れちゃうとシロアリがという話で乾かすのにすごく時間がかかって。 手でお薬をまかないといけないみたいな話をしてましたが木造だったらずっとついて回る心配が、ね、うるとですね。はい。これってその業者さんに難しそうですけどお願いするしか手立てってないんですか、ね。そうですね。まああのもしシロアリにやられてしまったらですねこれはもう業者さんに頼むしかないんですけれどもまず予防的にですね、えー、まあご自分でやれることやるべきことっていうのは結構いろいろあります。<ー>例えばあの。 雨水まあ先ほどの雨水の侵入予防なんですけれども、はい、あのバルコニーの排水溝ですねこれ本当によく詰まらせてしまう方多いんですけどこれはもう定期的に必ずあの清掃をしていただいた方がいいと思いますね、うん、それから窓周りやサイリングの先ほどのシーリングですねこれあのしばらくすると劣化してひびが必ず入ってきますんでまあそういうことの補修、うん 気が付いたら早いうちに早いうちでしたらご自分でも十分対処できますので、えー、やっていただければと思います、まあ、ただしちょっと高いところとかはですね<ー>その辺はちょっと気をつけて業者さんに頼むようにしていただいた方がいいと思うんですけどもあとシロアリですね、はい、こちらもあのー、結構いろいろありまして、うんえー、例えば先ほどお話ししたように家の周りに、えー、木材木とか建材とかですねそれから枯れた植木庭木、うん こういうものを置かないようにしていただきたいとい必ず来ますので、それ置かないようにしていただきたいということ。うん、それからあのシロアリの場合はですね、まあだいたい5月6月7月ぐらいというのが活動期と言われているんですけど、うん、あのハアリですね、ハアリを家の周りで見るようになることがあるんです。ハアリって羽の,羽のついてる<ー>はい。で、えー、それを見るとだいたいもシロアリ来てる。 と思った方がいいんですけど、予兆が分かるんですね、はい。はい。そういう兆候を見逃さないということですね。<laughs> もし見つけたらもうすぐやっぱり業者さんに連絡した方がいいと思います。で、あと浴室周りですね。<laughs> あの浴室周りよくあの腐ったまま放っとかれる方いらっしゃるんですけど、これも必ずすぐ直し直した方がよろしいですね。<laughs> ま先ほどおっしゃられたようにあの湿気のあるところにシロアリは来ますので、あ<ー>はい。なるほど。 公益社団法人日本シロアリ対策協会というのがございますので。うんうん、まあ、その辺のホームページもですね。あの、見ていただいて、ご参考にしていただければいいのかなというふうに思っております。あなるほど一回やったから、もうやんなくていいよっていうことではなく。あの、定期的にやらなきゃいけないものなんだなという認識は持っていただいた方がいいのかなというふうに思います。結構、あの、ベランダの。 あの枯れ草とか放置してしまいますけど、うん、<laughs> ちゃんと取っとかないと薄いのそうですね公園の近くのお宅とか本当に多いですね<ー>枯れ草が溜まっちゃい、はい、なるほど、まあ、ちょっと周りの環境にもよってまめにやった方がいいということですね、はいはい、あとはその先ほど話題に出てきたあのまあ今年結構災害が多くてあの耐震の部分とか気になっている方多いと思うんですけれども薄い、うんえー、シロアリときってちょっと耐震も。 あの気をつけておいた方がいいことありますか、ね、はいはい、はじめに、まあ、耐震診断ですね、はい、えご自宅がどのような状況になっているかというのを、えー、知る必要があるかと思うんですが、うんまあ、あとどれくらい費用がかかるのか一部で先生もちょっとお話をされていましたけれども、うん、あ,のあくまでも目安なんですけれども、うん、木造の場合ですね耐震診断の費用1棟あたり15万円から20万円ぐらい、えーうん、と言われています。で鉄骨造ですと、うん 平方メートルあたりだいたい2000円から3000円ぐらいと言われているんですねうん、うん。仮に鉄骨像で、えー、延べ床面積が30坪大体、まあ、いい100平米ぐらいの場合ですと、はい、まあ25万円前後ということになります、はい。ただちょっと図面がお手元にない場合ですねちょっと高くなってしまう可能性はあるんですけれども先ほど先生もおっしゃってましたけど耐震化についてはですね あの現在、国が本当に力を入れているところですので、はい、まあいろんな自治体で助成制度があります、文京区でも旧耐震建物ですね、昭和56年5月31日以前に建てられた建物という認識でいいかと思うんですが、それが旧耐震建物であるということが条件なんですけれども、木造の場合ですね、耐震診断のかかった費用、10分の8以内で上限10万円。 の女性がございます、はい、で A さんのようにですね65歳以上の方、この場合は10分の10で上限20万円の女性ですね。なので耐震診断費用20万円なら全額女性で出ちゃうという状況でございます。でまあ、その結果を受けて今度は耐震改修の設計という段階に入ります。まあ、費用としては一般の木造住宅でおおむね30万円ぐらい。 と言われているんですけども文局の場合はですね耐震設計に関してというのは非木造のみの女性になってますうん、うん、で今度はあのじゃあ耐震改修工事っていうことになるんですけど、はい、木造建物の平均施工額、はい、耐震工事の平均施工額ですねうん、うん、これ178万円だそうですうん、うん えー、木造の場合は工事費の2分の1以内上限120万円うん、うん、え先ほどの高齢者 A さんの場合とですね、はい、え4分の3以内で上限240万円これフロ、えー、呂内先生も先ほどおっしゃってた内容ですね、はい、これを合わせてざっくり見てみますとうん、うん、一般の木造住宅の場合、はい、耐震診断して耐震設計して耐震改修して、まあ、一般的なお値あの費用を足すとですね 大体万円積み上げるとそれぐらいになるんですね。はい、これに対して女性が99万円うん、うん、差し引くとです、ね、自己負担額が129万円となります。うんうん、で今度高齢者 A さんの場合です、ねはい、同じ228万円がかかったとして、はい、女性が153万円うん、うん、自己負担額75万円ぐらいになります。<あー> <laughs> まあ,これはあくまでも目安でございますんで、はい、あのでしかもあの新耐震物件というのは女性がないのでちょっとご注意いただきたいんですけれどもただ、うまく女性を利用すれば120万程度で耐震改修工事までできちゃう,うんでさらに65歳以上の方は75万円ぐらいでできちゃうということで、はい、思ったほど実は費用はかからないということになります。うーんで えー、女性を利用して耐震化をするということは設計図書を含めて書類をきちんと作成して、うん、きちんと手続きしなければならないんですね。うんうん、でそれによってですね耐震改修工事のメリットっていうのは実は3つになるんですね。はい、1>, 1つはまず費用の持ち出しが女性で少なくなるということですねそれから固定資産税がま一定期間安くなる、うん、最後にですね先ほどの設計図書。 これをが手元に残るので工事履歴がきちんと手元に残るので将来売却したりする時に非常に売りやすくなるというメリットがありますあですの,であの耐震改修工事もですねちょっと面倒くさい感じはしますけどもうん、うん、ま思った日ほど費用もかからないし、まあ、一度検討してみる価値はあるのかな 女性があります、ね、診断だ、はい、せめて診断だけでも、まあでね、5万円ぐらいの手出しでできそうというところですもんね、はい、最近こうニューワードというかホームインスペクションとかインスペクションサービスみたいな話を聞きますけど、はいはい、これはどういううい内容でしょう、はい、あの建物状況調査といいますね国土交通省が定めるです、ね、建築士 えー、既存住宅状況調査技術者というんですけれども、うん、この方が建物の基礎外壁それから雨漏りがあるかないかとかですね建物が傾いてないかとか、まあ、そういう建物の劣化や不具合を調査することを言います、うん、で希望すればシロアリがいるかいないか、うんはい、それから、えー、給排水管の状況などですね この辺もまあオプションで調査を依頼することができます。ああ資格を持っている人が検てくれるんですね,ですね、はい。もちろんマンションも対象になりますね。はい、でインスペクションをすれば、ですね、はい、今先生おっしゃったように建物の状況が総合的に分かってまあ建物のメンテナンスですとかリフォームをする計画をするのにですね、はい、まあ非常に効率的になるというメリットがございますねで費用なんですけど、まあ、概ね。 5 6万ですオプションを意外,、はい、意外と安いですね、はい、あの先ほどのシロアリですとかその辺はあのオプションでちょっと別料金になりますけど大体56万ですね、うんうん、ですね先ほどのまあ耐震診断ですとか、はい、インスペクションをしてですね、はい、一度ご自分の建物の状況を確認しておくということは非常に大事なのかなというふうに思います、はい、リフォームの部分もちょっとこう気になると思うんですけれども、えー、バリアフ,ジフリー工事を実施しますと えーまあ、自治体の助成があったりです、ねえー、一部でもお話があったように固定資産税の減税があったりと、うん、いうことがありますいったバリアフリー工事ってどんなものがあるのということなんですけど、まあ、よくあるのはまあ手すりの取り付けですね、まあ、これは下地の,ちょあの補強も含みます、まあ、それから段差の解消、まあ、それとしては敷居を低くするとか撤去するとかですねそれから えー、浴室をまたぎやすい低いものに変えるそれから玄関周りにスロープを設置するとか、うん、まあ滑り防止としては、えー、階段の滑り止め加工それから浴室の床を滑りにくいものに変更するとか滑り止めもバリアフリーのなん、ね、そうですね。あとよくあるのが開き戸ですね普通のこういう開き戸これを。 まあ引き戸に変えるとか折れ戸に変えるとか、あと意外と意外なのはドアノブですね。ドアノブ普通のドアノブをレバーハンドに変えると。<ー>そういうのも、えー、まあバリアフリーコーチと言われてます、ね<ー>はい。まああとははい、はい、トイレを和紙から洋式に変えるとかですね。あなる文京、はい、区にはですね、あの一部で先生もおっしゃいましたけれども。 65歳以上の方対象にです、ね、高齢者等住宅集築資金助成という助成制度があります。はいえー、税抜き工事費の10%まで上で限、ねえー、が20万円ということで、まあ、どうせやるんならこういう制度はお使いになられた方がいいのかな、うん、それから、えー、介護保険からです、ねえーまあ、先ほどもちょっとお話し出ましたけど要介護認定を受けている方に対しては。はい 介護保険による受託改修の支給制度があります。これも限度額20万円ですね。さらに65歳以上で要介護要支援認定者の方、これは高齢者住宅設備等改造事業というのがありまして、浴槽の取り替え、流しの交換、トイレの交換ですね。これに対して支給制度というのがあります。でお風呂の よくその取り替えなんか37万9000円まで,です、ねえー、まあ自己負担は多少あるものの支給制度があるとなるほどいろいろ制度がありますね、はい、使えるものが。まあ大事なのはですね自分の予算、これぐらいの予算でどれを優先してやりたいのかということを業者さんに、やる業者さんにですねしっかり伝えるということが大事なのかなというふうに考えます。ちなみにその売却 をして住み替えるっていうことを考えたときにどう,どうでしょうね。まあ、例えば賃貸に住み替えるというのが一つ選択肢としてありますかね。はい、そうですね。はい、えー、まあ、売却をする場合ですけども、も、はい、え1、ー、戸建てとかまあ土地の場合ですね。はい、えー、まあ、戸建ての場合は特に築年数。それから敷地の形ですね。はい、あと、接する道路の福音。これによって。 あの価格が変わってきますでマンションの場合ですと築年数とか日当たりとか所在階ですね、まあ、その辺が価格を構成する大きな要因になるんですけれども戸建ての場合、まあ、現状ではちょっと残念なことにですねやはり築20年を超えると建物価格はあまり売り値に反映されないのが現実なんでですねでこののについては現在国の方針で,ですね。 手入れをしている建物、これについてある程度価格に反映させるようにしようよという方向に持っていこうとしています。うん、このため、まあ、先ほどのインスペクションですとかね、リフォーム履歴、耐震診断をやった書類とか、うん、まそれをきちんと整理して残しておいた方が価格に反映しやすくなるということになりますね。うんはい、ただだ残念ながら今の段階ではまだ 20年超えのものについてはちょっと土地値に近いかなという感じにはなってます例えばじゃあ A さんが物件を売却した場合どういうふうになるかということですれ A さんが7500万円で、えー、売却したと想定して作成していますけれども、えーそうですねえー、売却にかかる、えー、処刑費 まあ一応解体費ですとか持ち分処分費、ちょっと多めに入れてます、はい、それから仲介手数料等で260万円、これはまああの仲介手数料にあ消費税もかかるんですけれども、そのほか、印紙代ですとか、例えば抵当権ローンが残ってたらそれを抹消する費用とかですね、その辺が入っておりますここ、はいはい、では仮に単価が300万としてるわけですね。 家の前の道路の幅によって単価が違うけれども、はい、ここでは仮にまあ300万で土地が売れたとで、ねはい、で A さんは25坪持ってたから、まあ、その額面上は7500万円で土地が売れるんじゃないかと想定をしたと、ね、そういうことですね。と、はいはい、差し引き、えーまあ、6930万円ですす。ただこれに対してです、ねはい、今度は税金というのがかかりますね。えー、税金っていうのはあの売っ 売った値段から買ったその物件を買った時の価格それと経費を引いた残りに税金がかかりますこの売った値段から諸経費と、はい、この375万円を引きますで売る,も売る建物、まあ、売る不動産がですねご自宅の場合っていうのは、はい、特別控除は3000万円認められるんですね すべ、えー、てを引いた残りに対してこの3000万も含めてすべてを引いた残りに対してうん、うん、10年以上住んでるマイホームの場合は、はい、合計で14%の税金がかかりますここでは498万円という計算になってますねうん、うん、でこのために最終的な手取り税金も払った残りの手取りが、はいえー、6432万円というふうになりますうん、うん このお金をもとに15万円の賃貸借りたら何年住めるかというまあこれ計算なんですけどえとまあ賃貸の場合2年契約というのがえ一般的なので2年ごとに更新がありますでその更新も含めてまあ2年はワンセットにして計算したものなんですがまあ大体33年分ぐらい15万円を借りると33年ぐらい住めるというふうになってますね。なるほど A さんの場合は奥様が63歳なので、はい、96歳まではで、ね、住めるという感じですね。ただ賃貸に関して一つちょっと申し上げたいのです、ね、はい、今あの、解消しようという動きはあるんですけれども、はい、高齢者の方が賃貸を借りることについては実はいまでにちょっと厳しい状況があります。歳代で 借りるのはそれれほどどももないんですけれども、はい、例えば75歳、80歳になってきますと、はい、現状では、ですねかなりお部屋探しに苦労されるということがございます、はい、まあ断られる理由としてはですね、まあ、部屋で亡くなっちゃったら大変だなとか、はい、あの入院されちゃったらどうしたらいいんだろうという、まあ、大家さんとかですね、はい、あの不動産管理会社の心配があるわけですね。 これに対してて文文区区ははすすごくいいい制度を<ー>、はい、ではスマイルプロジェクトを行っています高齢者、障害者、ひとり親世帯の入居を断らない住宅をスマイル住宅として区に登録してもらいホームページや窓口高齢者安心相談センターでご案内をしています実際に登録されたスマイル住宅にお引っ越しされたい場合は一度、窓口まで来ていただきます。 65歳以上の1人暮らし、または65歳以上の方を含む60歳以上の方のみの世帯であること、1年以上文京区に住んでいることなどの資格の確認の後、申請をしていただき、入居者資格認定書をお渡ししています。その資格認定書をもって、希望の物件を取り扱っている住まいの協力店に行っていただきます。 いただいて入居の手続きを行っていただきますスマイルの協力店は区に登録していただいている不動産屋さんですので高齢の方のお部屋探しに丁寧に対応してもらえることと思いますスマイル住宅に入居した後も緊急通報装置の設置とライフサポートアドバイザーによる入居者支援を行っています 緊急通報装置は装置のボタンを押すとすぐにコールセンターにつながり必要に応じて救急車を呼んでもらったり警備会社が駆けつけたりするものですさらに週に1回電話回線を使って民間事業者による安否確認が行われます次のライフサポートアドバイザーとは高齢者のケアの専門家です区内のシルバーピア相談室で入居者の生活相談と 月に1回程度入居された方の状態に応じて訪問・電話を行っています緊急通報装置の設置とライフアドバイザーの支援によってスマイル住宅に入居した後も安心して生活していただけるかと思いますまたお引越しの際に使える助成制度が3つあります1つ目が住み替えサポート事業です でこちらは先ほどお話あったように保証人の確保が困難な方が対象となりますえ区と協定を結んでいる民間保証会社が提供する債務保証サービスの初回保証料5万円まで助成いたしますえ2つ目は移転費用等助成ですこちらでは移転費用と家賃を助成しています移転費用とは礼金、仲介手数料 引っ越し経費の合計のことで最大15万円まで助成しています家賃の助成は今住んでいるお家の家賃とお引越しされた後の家賃の差のことで差額2万円まで2年間助成しています最後に安心居住制度です見守りサービス、葬儀の実施、残存家財の片付けを行う安心居住制度の事務手数料を区の方で助成しています このように文京区では高齢者でも断られないスマイル住宅のご案内各種助成等を行っておりますのでぜひ一度窓口までご相談に来ていただければいいなと思いますもうちょっとあのスマイルプロジェクトについて23お伺いしたいんですけど年間でどのぐらいの方が利用されているとか入居されている方の,その年齢層とかってどういった内容になってますか。はい、はい 毎年10件程度の制約がございまして今、実際に入居されて制約されている方の年齢は70代から80代が9割以上となっています高齢者がこれだけ制約件数の中で多い中で今、事故がゼロ件ということでとても安全性の高い制度かなと思います1年に10件入居できているということですね。 その文京スマイルプロジェクトに関して言いますと、はい、もう今の最後のことですねこれはオーナー様ですとか、まあ、これからワン例えば 1K とかワンルーム買おうかなと、えー、年金代わりにちょっと買っとこうかなという方については、はい、この今のスマイルプロジェクトの、えー、謝礼制度ですねこれ本当に素晴らしい制度ですね、はい、毎月あの入居者からは7万円なら7万円相場賃料もらってそれとは別に毎月 その方がいる限りずっと区から1万円プラス設備車例、車礼金物件によると大体4000、0 0 0円はもらえるんですけどもそうすると合計1万4000円は毎月もらえるんですね、まあ、投資としてもいいですし、あのー、ぜひ今、ご自分でアパートとかお持ちでしたらです、ねまあ、その制度の取り扱いも検討していただいてまた 将来的に何かそういう物件を買われる場合はぜひ文京スマイルプロジェクトを利用できるような物件をご購入いただいてより多くのお金を手にしていただければといううに思います、はい、それぞれの専門家の立場からのとても生の情報というかとてもためになる情報だったかと思います。ありがとうございました